今回オイルフィルターを交換したんですけれども、ホンダの純正品と同じものと思われるハンプシナジー社製のオイルフィルターに変えてみました。でこれはですね、ホンダの純正品に比べてネットで買うとだいたい3分の1とか半額で手に入るようなものです。ホンダの純正品とどう違うのか見比べてみました。外側の色味も一緒で、中に書いてあるイラストもよく似ています。フィルターの構造自体がよくわからないので何とも言えませんが、パッと見は全く同じものではないかという気がします。まあ、新品が1300円前後で売られてるのに対して、これはネットで10個まとめて買ったんですけれども、およそ3分の1から4分の1の値段で購入できました。これがホンダの純正品と全く同じ製品であればかなりコストパフォーマンスは高いと思いました。